ヶ月行ってきました、新げんこつラーメン限定ラーメンを食べに、はい、あのジュアンさんの YouTube で星野さんが去年食べて印象に残ったお店を10軒紹介していて、まああのまあ分かっちゃいたんですけど、星野さんだからマジどこも行けないんですよ九州のお店とかそういうところを紹介してたんで、まあその中であの花月の限定の新げんこつラーメン、これを紹介してたんで、あ、ここだったらいけるなっていうことでちょっと行ってきまして、飯田商店のね、はい、飯田翔太さんがプロデュースしたまあげんこつラーメンと、銘打ってますけど、まあどうジャンル分けすればいいのか、ちょっと難しいラーメン、それぐらいなんか新しかったですね。あの結果から言うともうとんでもなく良かったです。はい、ちょっとびっくりしちゃいました。あのそのラーメンのコンセプトが、無花調で、タレを使わない、油を使わないで素材は豚だけっていうこれとんでもない。この制作のね、この商品開発の過程を、まあちょっとドキュメンタリーチックで、花月が、YouTube 出してるんで、それぜひ見てもらいたいんですけど、そこでも飯田さんが、もう、まあ前代未聞のラーメンというか、ラーメンらしさの主軸であるタレとか油とかを一切使わないで、で、無花調で豚を使ったラーメンっていう、こんなのできるのっていう、今までなかったラーメンを作るっていうので、やったみたいなんですけど、いやもうお見事っていうぐらい商品クオリティめちゃくちゃ高かったです。やっぱりスープ気になるじゃないですか。もうスープめちゃくちゃ良くて、もうほんと一口目、これ野菜でも入れてんじゃねえのっていうぐらい甘みとかなんか風味の良さみたいなものを感じちゃって、いやいやそんなことないと思ってね、二口目三口目って飲んでみると確かに豚なんすよね。うん、だそれぐらいめちゃくちゃまあ、出汁というかもうとにかくエキスが出まくってるスープで、であのね、これはもう間違いなくダメな言い方というかダメな表現なんですけど、ぽってりっていう言葉を使いたくなるぐらいちょっとね粘度があるんですよね。はい、ぽってりっていう言葉使っちゃうと絶対に勘違いされちゃうから、もっとねいい表現を探したいんですけど、でもね本当に飲んでみてもらえればわかると思います。すごくチンタンでこの粘度はすごいなっていうぐらい本当に、エキス出まくりのスープ、多分雪平鍋とかでちょっと沸かしちゃったらもうすぐパイタンになっちゃうと思うんですよ。それぐらいもうドーンってうまみが出まくってるスープで、でそこに合わせる麺がねやっぱり国産小麦 100% らしくて、まあ、すげえ滑らかで風味もいいし、で飯田商店が絡んでるっていうのでもうめちゃくちゃしなやかな柔らかい麺を想像していったんですけど、割とね、まあ、気持ち太めというか、はい、でなんか若干平打ちっぽい感じで、弾力がね結構あるんですよ。はい、あここもなんかすげえ考えて作られてるんだろうなーって。だからスープはすごい油も使わないしすっきりしてるんだけど、まあ旨味たっぷりだし麺もちょっと力強さを感じるから全然物足りなさを感じない、めちゃくちゃすごい麺とスープだし、でそうチャーシューが僕すげえ渋いなこの仕事っていう風に思って、まあ、バラのチャーシューなんですけど、もちろん、脂身がねこのラーメンにコクというか、はい、食べ応えだったりみたいなものを加えてるっていうのは間違いなくそうなんですけど、やっぱり食べて
印象が薄いなって思う方多いと思うんですよ。でも僕はこのラーメンに合わせるチャーシューは美味しくしすぎたらダメな気がして、はい。で、例えばですけど、じゃあちょっと醤油を強めにね使っちゃったら、もうその醤油の香りがバーンってスープに移っちゃうじゃないですか、せっかくタレ使ってないのに。とか、あとはだからニンニクとか、胡椒とか、もうそんなのも絶対使えないわけですよね。でその条件の中、作ったチャーシューとしてはもう本当にめちゃくちゃすごい最適解のチューニングなんじゃないかなっていうぐらい、で、当然素材も悪いものを使えば、例えば豚の臭みとかそういうものが出てしまったらすぐに分かっちゃうようなスープだから、なんかその辺もめちゃくちゃ考えられて作られてるんだろうなーっていうふうに思いましたね。だ、その制作の過程を、まあ、さっきも言いましたけど YouTube で公開してるんで、それぜひ見てもらいたいですね。面白かったです。花月のなんつうのかな、ラボというか、商品開発をするところとか、なんかまあ細かくはもちろん見てないですけど、すげえ広いし、なんかいろんなものが置いてあるから、本当になんか研究室っていう言葉がね、ほんとラボっていう言葉がぴったりな、すごい設備でやってるし、なんかその商品開発に向かう飯田さんとかの表情とかもめちゃくちゃ真剣そのものだし、もう一言一言発することもなんかすげえかっこいいなーって、めちゃくちゃいいこと言うんすよ。はい。だからあれ本当にね、いろんな人に見てもらいたいですね。もう飯田さんね、もう言わずもがな日本のラーメン界のトップランカーなわけで、でまだまだ若いじゃないですか。だから本当に新しいラーメン、これからもこの人作ってっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、この新源骨ラーメンは本当にすごい隙間をついてる商品なんじゃないかなって思いましたね。だからほら、豚骨ラーメンつっても、まあ、濃厚豚骨があり、まあ、パイタンの豚骨があり、でクリア豚骨みたいなものもあるじゃないですか。でもその今までちょうどなかったところをガンって取ったような感じのするラーメンなんで、めちゃくちゃやっぱり、なんか失礼な言い方ですけど、めちゃくちゃ頑張って作ったんじゃないかなっていう、その努力はすごく現れてるような気がしましたね。いやー、まあなんかちょっと久しぶりに飯田商店行きたいなっていう風に思っちゃいましたね。もうしばらく行ってないんで、ちょっと今年、はい、飯田商店行っちゃうかもしれないです。はい、それぐらい良かったです。限定ラーメンだから、もう僕ももうやってないかなと思って行って、ああまだやってた、よかったっていうぐらいなんで、いつ終わるかわからない、オフィシャルとか調べてもいつまでやってるのかちょっとよくわからないんで、はい、もうそうですね、ラーメンに携わる方は特にラーメン屋さんとか、それ食べて、できればその YouTube も見てもらいたいなっていう風に思えるぐらいいいラーメンでした。はい、ということで今回はこんな感じです。ありがとうございました。